落ち込んでたら、うんうん、今やみ先生は早稲田受かってないと。そうですね。おお、センター後の切り替えが合格のポイントだったわけですね。そういうことですね。おお、はい、なるほど。二次試験で頑張って取り返して勉強するぞって思ってたか、うん、あるいはその大学の配点的に自分が有利な大学、うんまあ、センターの配点が低い大学を狙おうと思ってたか、うんうん、はい。まあ、僕自身はまずセンター試験の目標の点数っていうのが 88% だったんですね。 88%、 はい。でそれって高いんですか低いんですかそれは、まあはい、そう、まあ高い方じゃないですか。分かってますけど、高いですよね、はいはい。 まあ、できれば早稲田のセンター利用取れたらいいなみたいな、はい、もう一回いいですかちょっとできれば早稲田大学のセンター利用を取れたらいいなと思ってたんですね、はいはいはい、あ、早稲田大学センター利用取る、はい、いやすごいですね本当に。でその辺の話また前今までも話したことあるんで、はい、そちらの動画見てもらえたらなと思うんですけど、はい、で実際どうだったかっていうと、はい、あのジャスト 88% で、おお、目標通り、目標通り、え、すごいですね。でこれが京都大学経済学部のボーダーの点数だったんですね、はい、はいはいはい、なるほど、はい、でリサーチとか出しまして、うんうんうん、まあ、B 判定の結果が返ってきました、はい、はいはい。で早稲田大学 あの社会科学部のセンター利用を出したんですけど、はい、それも合格できたという感じですね。すごい、はい。でセンター試験が終わってから意識したことっていうのは、はい、僕の場合、うん、当初の予定通りうまくいったので、うんうんうん、そこからは、まあ、二次勝負だと、はい。まあ、京都大学って二次試験の配点の方が高いわけですよ。そうですよね。やっぱり旧帝大学は基本的にその二次試験の方が高いですよね。そうなんです、はい。だセンターがいくらうまくいったからといって、うん、それで合格するわけじゃないと、はい、二次勝負なんで、うん、もうそこから気持ち切り替えて、うん、もうセンターの点数はもう忘れようと、うまくいったことは忘れようと、はい。で、二次試験の勉強に切り替えてきましたね、うん。ここで多いのが逆にうまくいった人って、はい、めっちゃセンターリサーチとか見るんですよ、はい、いませんでした？これいるんですよ絶対。なるほど。めっちゃネットで検索してボーダーとか調べたりとか、はい、そういうやついるんですよ。もうセンターに固執しちゃうみたいな、センターに時間を使ってしまうと。そうなんですよ、はい、ここ倍率何人やみたいな、はい、そういうデータ分析やろうみたいな人がいたりとかするんで、僕はそうならないぞと、はい、もうその日見たら、はい、あとはすぐ気持ち切り替えて、はい、二次の勉強走り出そうと思って。なるほどなるほど。これ結構重要です、うまくいった人は。なるほどなるほど。でそこからやっぱりそのセンター対策を、うん、まあ、12月1月ってずっとしてたんで、はい、かなりなまってるわけですよ。二次対策ですね、記述とかがですね、はい、なのでその記述論述の対策を過去問中心で、うん、もう一回やっていきましたね、うん、なるほど。で1週間ぐらいでその勘を戻していったって感じですかね、うん、おお、1週間ぐらいで戻るもんですか。戻れましたね。それまでそのどれぐらいのレベルまで進めたんですか、はい、二次対策は。ですね、はい、まずそもそも8月の時点で、うん、大体その京大レベルまでのルートは終わってたんですね。お、京大レベル、まあ、東大京大レベルまで終わってたと、はい、うん、で9月10月11月で、うん、過去問演習とか、はい、あのそのレベルの演習をしてたんで、やってたんですね。なるほどなるほど。でそれぐらいしかしたんで、まあ、センター終わってから、はい、まあ、1週間ぐらい勉強して、はい、カウントに戻していったみたいな、はい、そんな感じですね。もうセンターにとにかく命をかけてきて、はい、センターでよし、じゃあ 88% 9割取れた、はい、でこれから二次対策やるって人いたらどうします？おこれどうしたらいいですか、これは。まあ、センターうまくいったんですよね、はい、そしたら、はい、もう二次試験の、はい、もうやるべきことを考えて、はい、例えばそうですね、まあ、全部ができないと思うんで、はい、もう分野を絞って狙い撃ちっす。あ、なるほどね、はい。例えばもう英語だったらもう英作文に特化してやるとか、うんうんうん、例えばその数学とかだったら数学 2B の分野に特化してやるとか、はい、ベクトルは結構毎年できるからやるとか。なるほどなるほど。そんな感じの作戦がいいかなと、うんうん、なるほど。でここでちょっと話しておきたいのは、うん、はい、まあ、そう成功体験とか正直みんなあんまり聞きたくないと思うんですよ。まあちょっとね、その、まあ、成功したらね、あとは結構次に何やればいいかって見えてくるからね、実はね。そうなんですよね、うん、なんで僕が皆さんに伝えたいことっていうのは、はい、センター試験失敗したら失敗したで、うん、もうその結果って変えられないじゃないですか。そうなんですよね。もう終わったことじゃないですか。じゃあ次どうしたらいいかなってことを、まあ、いろんな観点から作戦を考えてみてください、うん、例えば第一志望どうしても攻略したいっていうことなんだったら、まあ、その、ね、対策をしていってもらえたらいいですし、うん、いや別の志望大学でも自分の充実した大学生活が待ってるんじゃないかって思うんであれば、うん、自分に有利な志望大学を受けてもらえたらいいですし、うん、もう思い切って国公立から私立に変えちゃうっていうのもありだと思いますし、納得するのであればいろんな選択肢がありますよね。はい。その中で終わったことをくよくよするのではなく、自分のベストの選択は何かっていうのを考えて行動していくことが僕は大事だと思います。はい、はい、今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談のお申し込みはこちら。
で、はい、我々2人プラスあと高田くんで高田先生若手が送る若手 TV これが始まりましたね。やばいっすね。そうこちらはですねちゃんとこちらから見えます。はい最後ですねやっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。